アーケードゲーム、アーケードゲーム、アーケードゲームは、業務用ゲーム機、アーケードゲーム機によるゲームのこと。古くは、典型的、代表的なものとしてはピンボールであるが、電気、機械的な装置であった。コンピュータゲームの発展後は、作品数や経済規模では、そちらが大きくなっている。英語では、ペニーアーケードあるいは、アミューズメントアーケードとった語がある。 不特定多数を対象とした世界初のコンピュータゲームは1958年に米国のブルックヘブン国立研究所で物理学者のウィリアム・ヒギン・ボーサムがオシロスコープを使って制作したテニスゲームトニスフォツーとされている。これは業務用ではなくブルックヘブン国立研究所の定期公開日の見学者用にあり合わせの機材で制作されたものであったが予想外の人気を博した。 世界初の業務用アーケードゲームは1971年にナッチングから発売されたコンピュータースペースである。このコンピュータースペースは生産台数約1500台と少なめであまりヒットしなかったが後世のゲーム文化に与えた影響は大きかった。その翌年の1972年に当たり社がゲームシステムポンを発表しこれが大ヒットしたことから 日本がアーケードゲームの元祖と呼ばれている。日本国内では主にゲームセンターや遊園地などのアミューズメントスポットに設置され、1プレイごとに料金を徴収するのが一般的である。これらアミューズメント機器を設置する施設の運営は、風俗営業法に従って行われているため、全国共通で18歳未満は22時以降の入店禁止の制限が設けられている。 同時に各都道府県の条例により16歳未満、18歳未満の入店制限時間を別個に設定している法律や規制に関する詳細はゲームセンターの項を参照。近年では漫画喫茶に併設するスタイルも出てきており、このスタイルでは漫画喫茶同様に入場料を徴収され、退店時に時間あたりの重量料金を支払う。 プレイあたりの料金は設定されておらず、店内のゲーム機はフリープレイ設定であることがほとんどである。コインオペレートを行わないことから、風俗営業法の規制対象外の店が多い。フリープレイという性質上、ペイアウトを伴うメダルゲームや、プライズゲーム、トレーディングカードアーケードゲーム、またはプリクラなどは設置されない。プリクラは併設関係なく、店外に設置れることはある。 稀に安価ではあるが料金を徴収する店があるが、当然ながら風営法の規制を受ける。料金は、地域、店舗、ゲームの種類等により差があるが、一般的には10円500円程度。筐体に直接効果を投入する場合がほとんどで、あるが、プリペイドカードや電子マネー、エディなどを用いたり、事前にメダル貸し出し機でメダルを借りて、そのメダルを使用する場合もある。メダルゲーム。 紙幣を投入できる機構を備えたゲーム機を製造、および設置することは違法であるため、紙幣を直接使用できる、ゲーム機は国内には存在しない。また、入り口と出口にゲートを設け、入り口で接触読み取り型カードを受け取り、それを筐体に取り付けてあるアンテナ、トランプ1デックぐらいの大きさだろうかに接触させ、従来の効果投入、クレジット都市、 出口にて生産をするシステムもある。ATO システムなど。海外では現金の代わりにトークンを使用する営業方法もしばしば見ることができる。これは現金を払い戻しができないトークンと呼ばれるメダルにあらかじめ買いさせ、これを効果と同様にゲーム機に投入させて料金とするものである。メリットは現金をトークンの貸し出し切れ、 集中的に管理することができる点にある。また、一度に両替する金額によって、トークンの単価を変えることで客にスケールメリットをアピール。例、1ドル3トークンとして、通常50セント1プレイのゲームを1トークン、約33セントでプイできる。通して、一度に、多額の現金をトークンに変えさせるよう促す効果、と同時に、ほとんどゲームをしないライト客からは相応に、 高単価の料金を徴収する効果もある。日本でも多くはないものの、トークンを使用するゲームセンターは存在する。アーケードゲームは大別して、ビデオゲームとエレメカの2種類に分類できる。この他、稀に、カジノテーブルや、ボードゲーム、TCG のデュエルスペースなどを設置して、アナログゲームイコール非電源 M を運営する場合も、ある。カジノテーブルのみを設置した。 アナログゲーム専門店は、カジノバーと呼ばれるが、ゲームセンターと同じ扱いを受けるため、風営法による営業の認可を得る必要がある。一方、TCG 専門のデュエルスペースは、一般的に同法による認可は必要とされていないが、場所貸しだけでなく、店員がゲームに関与するジャッジやゲームマスター、あるいは一人客の相手役をするなどする場合は、 風俗営業として認可が必要となる。ゲーム基盤は基本的に1枚につき1タイトルであり、別のゲームを稼働させるには、筐体の中の基盤を交換する必要があるが、家庭用ゲーム機のようにメディアの交換で別ゲームを稼働できるシステム基盤と呼ばれるものも存在する。システム基盤のアーキテクチャは従来はメーカー独自設計が多かったが、近年ではコスト削減のため、 また、独自基盤を開発しなくても、十分オーバースペックのシステム基盤が利用できるという理由もあって、家庭用ゲーム機のアーキテクチャを流用したものや、PC をベースとしたものが増えている。一方、プレイごとにお金を払うという性質を生かして、プレイが成功すると景品がもらえる、プライズゲームという種類のゲームもある。これは、エレメカに分類され、いわゆるコンピュータゲームのような画面がなかったり、 あっても簡易なものであることが多い。ビデオゲームを使用したプライズ機は認められていないため。なお、プレイの製品を問わず必ず、何らかの商品がもらえる構造のゲームは、法律上は、ゲーム機とはみなされず自動販売機に分類される、アミューズメントベンダー、あるいは単に、ベンダーと呼ばれる。このため、ビデオゲームと組み合わせた機器も存在する。基本的にメンテナンスは、オペレーター、 アミューズメント施設運営者が行うが、メーカーが定期点検を行う場合がある。メーカーが、筐体やシステム基盤をサポートする期間は、タイトルによって異なるが、大半は、部品調達難などの理由で、メーカーサポートを終了する場合が多い。基盤や筐体によっては20年から35年も、サポートを行っていたタイトルもある。メーカーが、 事業撤退もしくは経営破綻した場合は、グループ企業への事業移管や同業他社へ事業上とした場合などを置き、一切メーカーサポートを受けることはできない。バンダイナムコエンターテインメント、当時は2015年7月に、セガインタラクティブは2016年11月に、メーカーがサポートする期間を基本的に PC や家庭用ゲーム機並みにすることを発表している。 ネットワーク対応タイトルにおけるネットワークサービス終了が行われる時間は二十三時五十九分もしくは風営法による営業禁止時間零時六時に行われることがほとんどである主要メーカーの中にはバンダイナムコアミューズメントのアーケードゲームのメンテナンスやサポート業務をバンダイナムコテクニカとバンダイロジパルがセガインタラクティブのアーケードゲームのメンテナンスや サポート業務をセガロジスティックスサービスがそれぞれ手掛けているようにグループ内でアーケードゲームのメンテナンスやサポートを行う会社がある他の仕様メーカーではタイトーは自社でアーケードゲームのメンテナンスやサポートを行っているほか、アミューズメント施設運営者を対象としたタイトーアミューズメントスクールを厚木テクニカルロジスティックスセンター内に設置している コナミアミューズメントとカップコンは自社でアーケードゲームのメンテナンスやサポートを行っている。サービス拠点はバンダイロジパルト台東が全国各地に設置しているのに対しセガロジスティックスサービスはサービス拠点が4カ所東京都大田区千葉県桜市名古屋市大阪市しかなくカップコンは三重県伊賀市にあるサービスセンターのみカップコンは一部業務を セガロジスティックスサービスに委託となっている。主要メーカー以外はメンテナンスやサポートをメーカー自体が行うか、バンダイロジパルやセガロジスティックスサービス対等に委託する場合が多い。メーカーの筐体サポートサイトはメーカーと取引があるオペレーターや筐体レンタル業者しか会員になれず、メーカーと取引がないオペレーター、筐体レンタル業者、 個人ユーザーの閲覧可能なページには制限がある。そのため、バンダイナムコアミューズメント製品と対等製品のメーカー修理サポートは取引がある法人が所有する筐体に限定されている個人所有の筐体や取引がない法人が所有する筐体は取引がある法人購入した販売代理店などを経由することになる。会員であっても会員であるオペレーターや 筐体レンタル業者が部品代金の未払い、倒産、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律並びに各都道府県の条例に違反した場合などは会員資格を取り消すメーカーもある。筐体とはゲーム機の外核のことやゲームの機械や付帯設備を収める箱を言う単体で発売されるゲーム基板を入れ替えて コントロールパネルやボタンを乾燥することにより、汎用的に様々なゲームに使用することができる。1990年代以降、汎用筐体といえば、後述のミディタイプ筐体を指すことが普通である。ゲーム業界内部での流行に合わせ、年代ごとに特徴的な付加機能、例としてヘッドホン端子、プリペイドカード用、スロット、家庭用ゲーム機のメモリーカードやコントローラー用の、 端子、IC カードスロットなどが装備されているのでそれを元に世代を推測することもできる。プレイヤーが立ってゲームを行う筐体でモニター画面は床に対してほぼ垂直か、やや行革をつけて取り付けられている場合が多い。多くは冷蔵庫やタンスのような直方体に近い形をしているが新しいタイプでは AV ラックのような洗練されたデザインのものもある。 小型のアップライト筐体。使用するモニターが小さく、マーキー、看板も簡素化するか、または完全に除去して小型化が図られている。シングルロケや SC ロケなど小さな子供客が多いロケーションで多く用いられる。日本では鷹屋の軒先などを区外に設置する筐体がオレンジ色だったことから、オレンジ筐体や屋筐体と俗称される。 米国においては、キャバレータイプあるいは、キャバレー筐体、キャバレータイプ、キャビネットと称する。アップライトに似て、モニター画面は床に対して、ほぼ垂直か、やや行革をつけて取り付けられているが、筐体全体の背が低く、プレイヤーは椅子に座って、ゲームを行う点がアップライトとはいな。テーブル筐体に代わるビデオゲーム用、汎用筐体として、1985年頃より、 普及し始め2007年現在では日本国内のメーカーが製造するビデオゲーム用汎用筐体のほとんどがこのタイプになっている。筐体上部にゲームの目的や基本的な操作方法を説明するインストラクションカードを入れて掲示できる。ミディタイプ筐体との故障はアミューズメント産業出版社が観光する遊戯機界総合年間においては1987年版の エーブルコーポレーション及び SNK 社製、汎用筐体の説明文に初て登場し、さらに、同年間の1990年版では、エーブルコーポレーション、カシオゲーム社、カプコン社、ジャレコ社、対等社製汎用筐体の説明文に使用されるまでに至っている。しかし、この故障は、テーブル筐体の減少と並行して、使用頻度が下がり、2007年現在ではターンに、 汎用筐体と呼ばれるか、または商品名で呼ばれるのが普通となっている。モニター画面が床に対して水平に設置されており、ガラスの天板の上にはカクテルグラスを置くことができることからその名がついた。主に、米国で使用される名称で、口述するテーブル筐体もこの一種とされる。テーブル筐体は1976年に、台東がブロック崩しを製造した際、 喫茶店に納入するために開発したものである。1978年に同社からリリースされたスペースインベーダーの大ヒットで爆発的全国に普及した。1980年代前半までは業務用ビデオゲームといえばほとんどがこれであった。インストラクションカードは画面の両脇に天板の下に挟み込んで掲示する。 飲食店のカウンター上に設置することを目的とした筐体。ソリティアに類するパズルゲームが入っていることが多いが、ビデオスロットやビデオポーカーなど、しばしばギャンブルをテーマとするゲームが入っている場合もある。ゲームセンター、屋内型大型施設等のゲームコーナー等に置かれる50インチ以上の後投影型プロジェクターを使用した汎用筐体。 プロジェクタ部とプレイヤー部を分離し、ゲーム基盤は、プレイヤーコンパネ部下の一体化されたボックス内に内包される。いわゆる大型筐体ゲーム、コクピット筐体は、自動車や宇宙船のコクピットを模した筐体に座ってプレイする、もので、例えば、レースゲームならば、レースカーのコクピットを模した大型の筐体で、プレイするようなゲームであり、よりリアルな臨場感を味わうことができる。 コックピット筐体の変形バリエーションで、プレイヤーが乗り物型の筐体に乗ったり、操作することで筐体が動いたりするもの。モナコ GP 以降のセガが得意とする。近年は、スケートボードや自転車から犬の散歩に至るまで、あらゆるジャンルが体幹筐体として作られている。中にはプレイヤーが筐体に乗り込み、筐体そのものがゲーム内容に合わせて動くことで、臨場感を出すもの。 R-360 なども存在した。専用筐体の一つであるが、ゲームの過程でカードを使用するもの。筐体の形状は様々ではあるが、特徴的なのはカードを読み取る機構。バーコードを読み取るだけの単純なものから、位置や上下方向を認識するものなどもあると、新規カードを排出する機構を備えていること。カードの情報を読み取ることで、 画面内のキャラクターの属性を変化させたり、カードを筐体上で移動させることでキャラクターを移動できるなど、トレーディングカードとビデオゲームを組み合わせたゲーム性になっている。また、ゲームを行うごとに、新規カードが払い出されるようになっている。一般に、トレーディングカードゲーム TCG ではプレイヤーがカードを多く所有するほど、使用できるキャラクターや技などが増え、 ゲームを有利に進められることが多い。この筐体の場合、プレイごとに新たなカードを入手できるため、プレイ回数を重ねれば重ねるほどゲームを有利に進めすくなり、結果として繰り返しプレイされることが期待できる。アーケードを家庭用に移植する場合、専用筐体で遊べないことは100歩譲ったとしても、カードの排出機能自体は家庭用で再現できない、もっとも、 t c g とコンピュータゲームの融合は、カード E、任天テなど家庭用ゲームの方が先である。故に現在はアーケードでしか実現できない、家庭用に対するアドバンテージとなっており、おしゃれマジョラブベリーのような自動向けゲームまで、多数上している。ジャンルの名称としては、トレーディングカードアーケードゲームと呼ばれている。なお、前述の通り法律上は、自動販売機、 ベンダーという位置づけになる。1980年代、1990年代、前半のアーケードゲーム、ビデオゲームのいくらか、1から数十種類をまとめて、完全移植したものを一つのコンシューマーソフトとして、リリースもしくは配信する例が199年代、後半から増加している。これらのゲームは、コントローラーの任意のボタン、セレクトボタンなどで、 クレジットの投入を再現できるものが多い。主な一例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。